情報検証研究所7月の8日です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょうど7月の8日の昼過ぎに今収録をしてるんですが、ちょっととんでもないニュースが来ちゃいましたね、これ、安倍さん。いや、安倍さんが奈良県で選挙演説中に、散弾銃で撃たれて、心肺停止ということで、ありえないよ、これ。やっぱり安倍元総理の影響力は当然、皆さんもご存知のようにすごい大きい方で、でそういう、現職じゃないとはいえ、本当に日本の政治政策に影響力がある方が、こういうふうに、打たれるなんていうことは本来絶対起きちゃいけないことだし、でこういう本当に影響力ある人が、銃撃されたって日本で大正時代以降ないよね、ほとんどね。海外も本当そういう事例少ないよね。で、余計なこと言うと、ニューヨーク・タイムズがさっきすぐこの銃撃された件を報道したぐらい、やっぱり安倍さんでグローバルにも影響力がある人だったわけだから、そういう方がこういうふうに、撃たれるってのはちょっと信じがたい。当然さ、人によってみんな、持つ意見が違うのは当然と思うんですよ。で、特に日本は今、左、右で強い主張される方が増えてるのは知ってるんだけども、で、それは意見の立場、意見が違うのは当然であって、それを、しっかり議論する、で、選挙で投票に行って、それで意思も示すということが本来、一番必要なことであって、こういう形で、多分、思想が違う、で、なんか、憎たらしいっていうんで、こういうバカなことを犯人はやったと思うんだけど、こんなことは21世紀の先進国で起きたっていうこと自体、ショックだわ。いや、本当そうですね。この先進国でやっても数十年、こんなね、トップないし、そのトップの経験者、でもなんか、ケネディさんとかもそれぐらいでしょ。だからね、僕も原君も安倍さんをよく存じ上げてるから、で僕らの立場から言えば、本当、主張は、世間的にいわゆる右寄りなんだけども、実際人物は本当に魅力的で優しい人、思いやりもある人、そういう人がこういうふうに、銃撃されるってのは本当もありえない、信じられない、理解できない。とにかく回復していただきたい、早く。本当そうですね。もうちょっとこれ、もう今の時点ではそうとしか言いようがないですね。もう回復していただきたい。ではちょっとなんかもうびっくりしちゃって。本当に。まあだけど、まあ、ね、この、他の国で、この先進国でね、こんなことなかなか起きてない中で、まあ、やっぱり日本の場合には、銃もそんなにね、そのアメリカみたいに広がってるわけでもないし、ということで、まあ、多少緩かったっていうのもあるんですかね、このね。多少緩かったっていうのはあると思うんだよね。で、散弾銃ってちゃんと、手続きを経て、で、免許みたいなものを受ければ、猟に使うから保有できるのは事実なんだけど、散弾銃って自分、アメリカいる頃使った経験なんだけども、やっぱりそういう殺傷能力すごいわけよ。本当に弾がいろんな方向飛び散るからさ。だからそれをそんな至近距離からっていうこと自体ありえないし、だから日本で本来銃はそういう厳しく規制されてるとこなんだけども、やっぱりこういうふうにそれでもちゃんと持ってる人がこういうバカなことをしちゃうっていう現実はやっぱりちょっと、政策の観点からも考えないとまずいよな。その警備の問題とかね、それから、銃規制はね、で、これだってアメリカでその散々議論されてるけども、ちょっと日本でこんなことが起きるって想像もしてなかったねっていうか、そういうことでしょうかね。いやー、だから当日。あと、その銃の問題と、それからやっぱり、その、小さもさっき言われた、その、右と左みたいなね、その社会の分断で、のところがちょっとここまで来ちゃったのか、ということなんですね。言い方悪いけど、こういうふうに銃撃があると、当然、撃った犯人、素性分かんないけども、思想違って、怒りっていうのがあったと想定されるから。その場合って、
ほとんどアメリカと同じことが起きてると言って過言じゃないと思うんだよね。思想は違う。で、違うことを、強く言ってるやつらけしからん。そのリーダーを撃った。これはさ、いや、日本は欧米ほど分断は、進んでないし、で、まあみんな、右左でだいぶ分かれるのはあるけども、そこまで極端にはなってないと思ったけど、実際はだいぶ違うのかもしれないね、日本もね。まあ、これよく言われる、そのネットとね、SNS が普及したことに伴って、そのエコーチェンバーみたいなのができちゃって、でもう同じような意見ばっかり聞かされてると。で、そのそっち側の世界の人たちはもう安倍っていうのはともかくとんでもないやつだみたいなね、話ばっかり延々その動画で聞いたり、ネットの記事見たりとかね、もうずっとそれやってるわけでしょ。っていう、ちょっとやっぱりそこの対策もね、真面目に考えないといけないかもしれないですね、これ。いや、本当に真面目に考えないとまずいよ。本当にまずいよ。今年の初めの方だったかな、安倍さんと飯食った時に彼から宿題もらっていて、まだ宿題果たしてなかったからさ、そこでこういうふうに撃たれたっていうのは本当に、悲しいから、早く回復してほしいし、で、その間ちゃんと宿題を早くやらないと、すごく反省したんだけどね、個人的には。いや、そうですね。まあ、ともかくまず回復いただくとともに、いや、これでちょっと日本もね、恐ろしい状態になってるなということが明らかになってきたので、まあ、これちょっといろんな課題やらないといけないですね。そうだよね。ということでしょうか。はい。それで、ちょっとじゃ一旦別の話とか、ちょっと最初、あれですか、一応今週、私の訴訟の判決が出たので、まあ、ちょっと一応ご紹介をしておきますと、毎日新聞との訴訟っていうのをやっていて、で、まあ、これということはですよね、その国家戦略特区でね、とんでもない不祥事があった、言って、で、これももうそれこそ安倍政権攻撃みたいなね、一環でなされた、新聞記事の誹謗中傷の報道であり、それに基づいて、その立憲民主党の篠原崇さんとかね、森裕子さんが、誹謗中傷をやっていたという話だったわけですが、で、まあ、無事、おかげさまで、その今週出た東京高裁の判決では、勝訴になりました。で、毎日新聞との訴訟で、一審では、私は負けちゃってたんですが、一応その二審で、不法行為が認定されて、名誉毀損だということで、損害賠償220万円ということになりました。で、なので、これ、他にやってた訴訟、あと2件ありましたけども、篠原崇さんについてはもう、不法行為の認定ということで、判決が確定をしています。それから森裕子さんについては、これ、国会の中でね、誹謗中傷やっちゃったんで、ここはその免責特権で訴訟ができないという大問題があったんですが、まあ、一応、その国会の外で私の自宅の住所を公開したといったようなことについて、訴訟をやっておって、で、これは今年の3月に、東京地裁では不法行為の認定ということになりましたんで、まあ、3件とも一応全部、現時点で勝っているという状態になったんで、まあ、良かったということですよね。とりあえずは良かったと思うし、で、これで、まあ、メディアの方も国会議員の人たちも、反省してほしいなと思うんだけども、残念ながら、こういうことはなかなか報道されないよね。そうですね。なんでなんだろうね。いや、だから毎日新聞もね、一応さすがにね、今回のやつは報道したんですよ。篠原崇さんとね、森裕子さんで、篠原さんや森裕子さんのその不法行為が認定されましたという判決については全く報じてなかったんだけども、で、今回の今週の判決についてはさすがに報道したんだけど、まあ、もうちょろっとちっちゃな記事を出してるだけですからね。で、もうこの人たちだって、この最初に記事出した時にはもう、どれだけ一面トップでね、何日連続でやったのか、まあ、一週間ずっと続きましたからね、こんな。それと比べるとなんかひどい扱いなんだよな。ましていわゆる他紙はほとんど報道しないでしょ。なんかさ、こういう大事な問題が、動いてるんだけども、結局大半の人が知らないままに終わるっていうのはさ、なんかおかしいよな。そうですね。いまあ、や、文句それあっで。てもしょうがないんだけどさ。まあ、新聞はね、こんな信用しちゃいけないんですよ、ということをね、もっとみんな知った方がいいと思いますよ、こういう話は。だよね。
だよね、本当にな。それからそのさっきね、この話ってその安倍政権攻撃だったんだって話をしましたけども、で、今回のその訴訟でもその明確になってるのは、毎日新聞さんはね、もうそこで最初から書くときに私が不正なことをやってないって分かってたんですよね。いや、だからこそこの訴訟って結構苦戦して、一審は負けちゃったりしたんですけども、ね、毎日のね、その記事には200万円を受け取った。それから会食接待を受けた。って言って、まあ、普通に見たらもう明らかにそう読めるように書いてあったんだけども、で、その毎日新聞、まあ、その本当のところはそんなことはなかったということが分かっていたんで、で、そのよくよく見ると、いや、お金を受け取ったのは別の会社ですよ、と書いてあったり、それからね、会食接待については、会食ではなくて、懇談という言葉を使って書き分ける。小料理屋で、惣菜を持った大皿の並ぶカウンター席で懇談をしたと書いてあります。で、懇談っていうのは飲食はしていないっていう意味です。っていうのが裁判での彼らの主張だったんです。で、その辺が、裁判では結構通っちゃうんですよね、そういう言い逃れがね。まあね。で、まあ、だから一審はもうそれが全部通っちゃって、で、敗訴になって、まあ、二審は、さすがに、懇談だから飲食してないっていうのはさすがにむちゃくちゃやないのってことになって、ようやく逆転できたんですけども、お金を受け取ってないの方が、相変わらず、毎日新聞の主導ですからね。いや、だからこれ、本当はそんな事実はないって分かりながら、何、その疑惑を捏造するような、ね、記事を書くと、裁判でも勝っちゃうんですよ、論外。まあ言い方悪いけどさ、相手方はさ、書くプロだからさ、この辺もちゃんと意識した上で書いたからこそこうなってるんだけども、だからやっぱさ、すごく広いコンテクストで言えば、まあこれ無理なこじつけじゃなくてさ、やっぱりこの原君の訴訟もさ、まあ言い方悪いんだけども、結局物事の本質というよりもさ、まあ改革を進めようっていうのと、それは嫌な、進めるべきではない、いかがわしいことがあるに違いないっていうさ、主張の対立じゃん。で、ある意味で、今回の安倍さんが銃撃された右左の対立と近いものがあると思うんだよね。で、結果的にその中で、まあ、原君はこういう形で言論の暴力を受けたわけだよ。で、それで、判決出るまでこれだけ時間使ってるわけじゃん。で、当然、この裁判で費用もすごいかかってるじゃん。この先方から、まあ、判決で出たさ、この賠償金とかじゃさ、多分、全然足りないぐらい、の当たり前だけどコスト負担してるよね。で、こういう言論の暴力を受けて、で、今度は安倍さんが今日まさに本当の暴力、しかも銃撃という最悪の暴力を受けちゃったわけだよ。だからちょっと、だからそういう意味でこじつけがなくてさ、この2つがこうやって連続して結果的に起きてることを考えると、もうちょっとまともな議論、解決をできるようにしないとまずいよな。いや、本当そう思いますね。いや、主張がね、対立してる相手には何やってもいいと思ってるわけです。そう。こんなの、その毎日新聞さんはね、もう明らかにこんなの嘘だって分かってて、そんな不正なんかやってないってことが分かってて、事実を捏造して記事書いてるわけだ。そうだよな。で、この森裕子さんっていう人もそうなんですよね。だから国会で私がその何、犯罪行為みたいなことをやったと言ったんだけども、で、それをその国会の外では絶対に言わないわけですね。だよね。で、これなんでかっていうと、国会の外でそんなこと言ったら免責特権働かないから名誉毀損になっちゃう。そうだ。今、要するに本当はそんなことなかったって分かってやってるわけだから。ちょっとね、やっぱりこういうのは許されてはいけない。だから、で、よく考えるとさ、原君がさっき言ったようにさ、こういう左右の、断絶っていうのは、ある意味でネット、SNS がそれを推し進めてるっていう面もあるけどさ、やっぱりメディア自身がそれを煽ってる部分もあるよな、こういうの改めて振り返ると。そうメでディすね。ア自身がこいつらけしからんっていうのが、メディアもさ、新聞とかテレビによって大体色分けできるじゃん、左か右かって。で、結果的に相手を強く非難するのを、特に左側に近い系はやってるよね。右側よりも。で、それがやっぱこういう、ネットのみならず、こういう、エスタブったマスメディア。
それをやっちゃってることで、やっぱりそういうのばっかり、ネットでも、メディアでも見てるとさ、それはやっぱりなんか変に凝り固まっちゃう人出るよね。いや、そうなんですよね。だからメディアの責任ってやっぱすごい大きいと思うよ、俺。もう嫌になるよ、ほんと。ただやっぱりね、もう今回こういった問題がね、どんどん起きているということを考えて、ちょっとこの分断、断絶構造、なんとかしましょうっていうのをね、もうちょっとやっていかないといけないですね、これね。そう思う。本当に真剣に考えないとさ、日本もアメリカ並みにひどい断絶が当たり前になっちゃうよ。まあ、ちょっとこれもそういう大きな課題だと思ってるんで、毎日の判決はね、これいい判決が出たのでよかったんですけど、そういった、この今回の、ね、判決を受けて、毎日新聞さんにまずしっかりと検証してもらうという、っていうことが、そういった断絶構造をこう解消していく第一歩になると思うので、まずその事実に基づいてきっちりと検証やりましょうということかなと思ってます。今はこの訴訟の話ですね。それから、ちょっとこれ、次ので、これ材料を用意してもらったやつを、ちょっとね、ちっちゃな話っていうか、記事に見えるんですけど、今回のその選挙戦でも言われている、あるいはその政治の世界での大きな課題になっている、その賃上げの話にも関わってくる記事なんですけど、これ毎日新聞、別にこれ毎日新聞に恨みがって言ってるわけじゃないんだけど、毎日新聞でちょっと変わった記事が出ていて、パン屋さんの悩みっていう記事が出てるわけです。で、このパン屋さんはパン1個100円で提供しているパン屋さんで、もともとその技能実習生、インドネシア人の技能実習生を3つの店舗で9人、雇ってました。で、ところがその人たちが帰国をしちゃって、で、帰国をすると、その日本人アルバイトが確保できなくなっちゃって、で、稼ぎ時の日曜日にもうお店を開けられなくなっちゃいました。で、店の経営者さんは、今もう政府でね、その賃上げだ、なんだって言っているわけですよね。これ、岸田政権もそう言ってるし、立憲民主党とか共産党はもっと最低賃金上げろというような議論がなされてるんだけども、いや、この経営者さんが言ってるのは、最低賃金の目標を掲げるのは結構だけども、いや、出せないんだ。で、その生産性向上を上回る賃上げ、なんてやられちゃう、強いられてしまうと、お店やっていけなくなっちゃいますって言って困ってます。で、そんな記事が出ていましてですよ。で、それに対して、これネットでは言ってることおかしいんじゃないのみたいな話が出ていて、いや、価格競争力を維持するために技能実習生に依存していたって、ちょっとおかしくありませんか。毎日新聞は過去の社説で、そういったその低賃金や長時間労働を強いる技能実習制度は見直すべきだと。そうその最低賃金の引き上げ、やるべきだって主張してたのに、何言ってんですかみたいな話になってるってことなんですが、どうですかねっていうか、この記事ちょっとレベル低すぎるなってことなんですけど。だからさすが毎日新聞、記事によって言ってることが変わるんだなっていうことはよくわかるなっていうのは笑っちゃうんだけども、ただやっぱり大事な問題を含んでると思うのはさ、結局このパン屋さんがやってた、ビジネスモデルって、デフレ自体のビジネスモデルなんだよね。で、日本でも当然ながら、まだデフレを公式には脱却しないけども、いろんな物の値段が上がってますと。で、そういう中で、じゃあそもそもこのデフレ時代の技能実習生の労働力に依存したモデルって、パン屋さんに限定しないでさ、実は農業とか漁業でも結構あるじゃん。で、そういうところも含め、じゃあ、これから物の値段が上がります。いろんな、物価全体が、だんだん上がってくるよねと。で、そういう中でこれがずっと続けられるのかっていうのを、やっぱり本来考えないといけないし。で、こういうお店の例が出るとさ、必ず言われるのがさ、どっちかって言えば改革論者、になると、だから生産性が低いからダメで、こういうのは最低賃金上げて淘汰された方がいいんだっていう声もあるし、で、同時にさ、やっぱりこういうのがどんどん進むと地域経済がより一層疲弊しちゃうんだから、こういうところもしっかり守んないとダメなんだと。だから中小企業政策大事なんだ、それで支援してあげるべきなんだっていう声があるんだけども、難しいんだよね。僕はどっちがいいかっていうと、どっちも結局極端になっちゃっていて、
で、本来はもっと中間、つまりもうこういうビジネスモデル、外国人の労働力に依存するモデルは、残念ながらさ、持続性ないわけだからさ、当然ながらこれ経営者自身が性能、生産性ゲスの機械導入するとかさ、やることをやってたかどうか、そういう部分わかんないんだけども、多分やってなかったと思うんだよね。で、その中で、じゃあ技能実習生いないから、日曜休みます。それかわいそうっていうのはおかしいと思う。で、そこら辺もちゃんと丹念に取材した上で、で、本当にやれることを全部やった上で、そういう状況なら、どうしようか、大変だよねっていう言える余地はあると思うけども、多分そこまで探ってないと思うんだよね。で、だからもし仮に、この経営者がそういうことを何もやっていないで、最低賃金上げたら何もできないんだっていうことだけ言ってる。で、逆に、それなら補助金くれとかいうことを目指してるとしたら、僕は論外だと思うし。逆にやれることを精一杯やった上で大変だっていうならば、それをさらにどう工夫しましょうかねってみんなで考える余地はあると思うし。どっちかだと思うんだよね。まあ、そうなんですよね。だからこれ、まともなね、その給料を払えないっていうビジネスモデルはやっぱりおかしいわけで。そうだよ。ね。いや、だからそのちゃんとその給料を払って成り立つようなそのビジネスやりましょうと、商売やってるわけだからね。っていうことなんですよね、こうって結局。だすごいシンプルで、で、それが今までビジネスモデルがある程度通じたのは、結局、1、外国人の実習生来てくれるよね。2、デフレで物の値段、上げられないけども、これである程度買ってくれるよねっていう偶然が続いた結果なんだよ。そもそも永続性ないじゃん。で、それをやり続けるっていうことも僕はどうなのかな。で、やれない事情はもちろんあるのかもしれない。でもそういう背景一切わかんないじゃん。で、そこまでちゃんと深く取材した上で、こういうトーンの企業改善とかどうかっつうのが、なんとも、読めないからさ。そうですね。いや、だからね、結局ね、こういう浅い記事で出るとですよ、いや、何に利用されるかっていうと、いや、確かに労働者さんはかわいそうです。ね、最低賃金を上げないといけません。という一方で、いや、だけども実は、ね、今回毎日新聞さんが初めて気がついたように、かわいそうなのは労働者さんだけじゃないです。ね、零細企業の経営者さんも大変です。で、そうすると、そっちにも補助金を出さないといけません。そういう話にしかならないし。そう、だから俺、それは最悪だと思っていて、だから当然さ、こういう思いしてる企業たくさんあるわけよ。で、自分がいろいろ地方行ってる経験からすればさ、本当に頑張っていろいろやっていて、まだ大変だっていうところも当然多くて、逆に何もやらなくて、口開けて補助金とか待っていて、それで大変だと言ってるところもあるわけ。だからじゃあ、こういう記事を書く場合さ、そのどっちなのかってちゃんと明確にしてほしいんだよね。それわかんないで、表面だけでかわいそうだ、かわいそうだって言ったらさ、結局なんかじゃあばらまくしかないじゃんっていう方向になっちゃうから、何の問題解決もならないと思うわけ。だからちょっとね、記事としてちょっとひどすぎるね。ちょっとこれはダメですね。いや、まあそんなことでしょう。で、あと、ちょっともう一つまた全然別の話なんですけど、これ、スリランカの話ちょっとしましょうか。これ深刻だよ。これはもう、いろいろと報じられてますけども、そのスリランカ破産宣言ということで、まあ、これ外貨がだいぶ足りなくなってきたということで、これ燃料の輸入もできなくなっちゃって、ガソリンが不足。で、もう学校閉鎖したりとかね、もう相当大変な状態になっちゃって、もう人も亡くなっちゃったりとかね、ということになっていて、で、その中で、その経済危機のスリランカが燃料輸入でロシアの大統領に支援要請したなんていう話が出てきている。それから、あとその中国との関係もこれどうなるのかっていうのはなかなか微妙になっていて、で、まあ、これもともとそのスリランカの対外債務、500億ドル、約1割が対中債務でした。で、それ以外にもその中国企業などを介した隠れ債務があるといったことも言われていて、まあ、要するにその中国の債務の罠に陥って今こんな状態になっちゃったとか、経済危機と政情不安が拡大をして、で、また今度、さらにそのロシアに依存する、中国に依存するというようなことになっていく可能性もあるということで、これは G7 とかね、まあそういったところでどう対応していくかですね、これね。だからこの問題すごく大事なのは、ちなみに僕は背景でさ、中国の債務の罠が主因だとは思ってないわけ。これ明らかにやっぱりこの戦争が起きました、ウクライナで。で、アメリカの FRB がどんどん利上げしてますと。
いう中で、新興国の通貨安が進んで、ん。同時に、石油とか天然ガス、エネルギー価格がすごい上がった。あとはまあ食料品の価格も輸入物が上がってると。だから今の日本と同じような影響を受けた結果として、ほとんど破産状態になっちゃったと。外貨の蓄えも少ないはずだからさ。それが主因だと思っていて、だから大事なのは、じゃあこれからどうするかなんだよね。アメリカはこれだけ性急なペースで利上げすれば、当然こういうのが出てくるから、新興国で。で、そういう中で、じゃあ、それをしっかりちゃんと、支援、救済を G7 側がしないと、結局こういう新興国、みんな中国、ロシアに寄っちゃうわけですわ。で、ロシアはやっぱり、友好国には、今、石油をさ、かなりダンピングした値段で売ってるじゃん。で、中国もある程度当然資金があるわけだから、だから中国、ロシア連合からすれば、これってチャンスになっちゃうわけよ。で、そういう中で、じゃあ、どれだけしっかり G7 側が対応できるか。で、もしそういうアメリカとかヨーロッパの動きが遅い場合は、特にスリランカとさ、ずっと付き合いがある日本がさ、どれだけしっかり頑張るかってすっごい大事なんだよね。で、余計なこと言うと、スリランカって国はちっちゃいじゃん。だから、そこまで重視しなくてもっていう見方もあるけど、そもそも地政学的に重要だよねと。あと意外と知られてないけど、スリランカ人ってやっぱインドが近いせいか分かんないけども、いわゆる理系ですごい天才が多いんですよ。うちの大学にも結構スリランカ人留学生していて、本当天才多いから。そういう意味で僕は人材輩出国だよなと思っていて、で、ついでに余計なことを言えば日本人はスリランカ料理大好きと。だからこういう、これぐらいそういうつながりが深い国なわけだから、留学生いっぱい来てるし。だから、G7 の動きが遅かったら、日本が率先して、ちゃんと支援、救済するってことをしっかりやらないと、これ本当に、ね、影響大きいと思うよ。いや、そうですね、これね。だから、でもちょっとこれで当然、ロシア、中国はすぐ寄ってるだろうから、どうなるか分かんないよね。いや、これやっぱりね、日本だけじゃとっても対抗できないですよね、これ。無理。まあ、ロシアがどれだけそのお金があるか別としてですよ。まあ、だった原因ら、として、石油はダンピングしてくれるからね、明確に。そのね、のところでできて、で、一方でその中国はやっぱり金ありますからね。そういうこと対抗することを考えると、まあ、日本でともかくその突出して先にやる。で、プラスやっぱりアメリカとヨーロッパは相当引っ張ってくれない。そう、だから中、ロシアのダンピング原因と中国のお金のセットってすごい強いからさ。で、こういう中でやるには日本だけには限界があるけども、まず日本がとにかく頑張ってできることを目いっぱいやって、できれば岸田総理行ったらいいと思うんだよ、選挙からすぐ。そうですね。で、それを踏まえてちゃんと日米、または G7 でしっかり支援するっていうのを明確にしとかないと、本当、表現だけど、これだけ、覇権主義と自由主義が対立している中で、スリランカ取られちゃうぜ。それは最悪だったな。これは、その、す、うん、あの、記者もね、さっき言ったみたいに、その、スリランカにとどまらないですからね。他の新興国にどんどん広がっていく可能性があるんで、これはちょっとしっかり対応しないといけない。で、他の新興国はやっぱり自分も危機に陥ってて、前例スリランカを見て、じゃあロシア、中国がすぐやってくれかなと思うようになったら、これ大変だからね。だからすごくこれスリランカの対応っていうのは、今後を考えても重要だと思うな。まあ、これはもう、世界の、民主主義、自由主義圏と、それから権威主義国家との対立、二極化構造の中で、ちょっと、重要な局面が、実はこれ、スリランカで起こっているということなんで、これはしっかり見ておかないと。そうね。そんなことですかね。で、まあ、あと、もう、ご存知のように、その選挙。まあ、週末に迫っていて、で、岸さんと、主要各党の、方々と一緒に議論しましょうということで呼びかけをしまして、で、自民党が平将明さそうね。ん、それから、日本維新の会が音喜多駿さんと、それから海老沢由紀さんに出ていただいて、まあ、ちょっとその内容いろいろと突っ込んだりしながらお話をしました。まあ、これはすでに公開済みですが、で、あと立憲民主党さんと、それから国民民主党さんもお声掛けをしていたんですが、まあ、ちょっと残念ながら日程調整ができなくって、今回無理でしたということでしたんで、特に国民民主党さんはもう出ていただく方も候補がほぼ決まって、
日程調整に入っていたんですが、ちょっと残念ながら今回難しい。また改まあ、めて見たいと思います。投票日直前の1週間ってすごい忙しいから、まあ、しゃあないわな。そうですね。まあ、あと原君が野党から嫌われてるってのもあるんだろうな。まあ、立憲民主党の方はね、ちょっと私とあまり話したくなかったのかなと思うけど、そうだよ別な。にね、立憲民主党は全然嫌いじゃなくて、いや、何、その事実をねじ曲げて変なこと言ったりとか、そういうことやめてくださいねってことだけを言っていて、で、立憲民主党に別にそういう路線じゃない人たくさんいらっしゃいますからね、そういう人たちとぜひお話したいなと思ってたんですが、まあ、ちょっと今回はできませんでした。まあ、原君も僕みたいに寛容にやらないとダメだよ。嫌われちゃうよ。何を言ってるんですか、もう、岸さんと話すのが大変だなっていうね、まあ、そういう人も多かったんですけど、まあ、いやいや、そんなことはない。まそんた改めてやりましょう。な。そうだね。まあ、でも、各党とも、最後、投票まで、残りで少ないから頑張ってほしいけども、とにもかくにも、安倍元総理が気になるね。そうですね。とにかく絶対に復活していただきたい。もうそれに尽きるわ。これでもしものことがあったら、本当に日本にとって損失だよ。日本の政本当で策すとね。か将来のためには。もう絶対に復活してもいただかないと困るわ。いや、本当に。はい、じゃあまあ、ちょっと今日はそういうことでおしまいです。はい。はいはいはい。